皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作風チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今年もですね、激辛のコーナーがやってまいりました。というのはですね、はい、こちら、はい、ペヤング極激辛カレーということで、まあ、去年の今頃だったと思うんですけども、まあ、この極激辛の、まあ、第一弾といいますかね、前のやつが出まして、食べたんですけれども、それがその前に出たマックスエンドの3倍の辛さということだったんですけれども、まあ、これもね、いろいろ話題にはなってますけれども、まあ、非常にやばいということなんですけれども、まあ、まあ、物は試しですから、やっぱ食べてみないと分かんないんで、食べていきたいと思います。はい。いきますね。まあ、基本的にはペヤングなんですよね。麺と火薬までは、まあ、同じわけですから、要するにこの中に入ってる、はい、今回はこれですね、黄色いパッケージの、はい、極激辛カレーソースとなってますけど、もう黄色い中にちょっと赤いのがちょっと透けて見えるんですけど、まあ、辛いんだっていうのはね、もうわかるんですけど、うん、今回は、ね、そのカレーの、風味があるということなんで、まあ、カレーは大好きなんでね、まあそこで美味しく食べられるのかどうかっていうのをね、まずちょっと体感してみたいと思うんですけども、じゃあ火薬を入れ忘れないですね。はい、火薬入りましたら、お湯を投入していきます。はい、というわけで見終わりましたので開けまして、はい、と、はい、まあここまではね、普通のペヤングと変わらないわけですけど、さあこの極激辛カレーソースをかけるとどうなるのかというと、はい、ソース投入。まあ、毎回、ここで感じるのは、まあ、刺激臭ですよね。非常に強い辛みなんで、ここで立ち上ってくる香りがすでにこう鼻の粘膜を刺激するわけですけれども、箸を出しましてと。で、混ぜていきます。はい。やっぱりこの、これをやるともうね、あたりにこう刺激臭がしてくるわけですけど、まあ確かにこのカレーの香りがちょっとするなというのはあるんですけど、まあそれにも増してこの辛みの、まあ、スパイスの香りですかね、そっちの方がやっぱ強いんですよね。はい、混ぜてもまあ見た目は普通の、まあ、ペヤングとさほど変わんないなっていうのはあるんですけどね。はい、まあ一応ですね、今回も緊急避難用に牛乳は用意してるんですけど、まあ、今回はですね、極力これには頼らないで、まあどうしてもっていう時は、このマヨネーズと粉チーズがあるんで、まあ、これでなんとか風味を整えて完食するように頑張っていきたいと思います。はい、では実食。ではまず一口。お、うん、これはこう辛みが後からこう追いかけてくるっていうよりも、口に入れた瞬間にガーンとこう来る感じですね。はい。うん。うん、これも結構来ますね。うん。ただ、極激辛、
食べた時はもう食べた瞬間になんかこう100里が止まんなくなっちゃって、あれはもうすごい辛いなって感じはしたんですけど、ただこれ最初にこうガツンってきますけど、すぐにこうシュッとこう収まる感じが、まあ自分にはしますね、はい、まだこの上っ面だけなのに、ね、ソースがこう垂れて下に溜まってる側の面をまだ食べてませんから、そっちを食べた時どうなるかですけど、ただその辛みはこうパンチがやっぱガツンとくるんですけど、割とすぐ収まる感じですね。あとこの舌がこうしびれてどうしようもなくなっちゃう感覚っていうのは意外とないですね、はい、意外といけるかも。あのソースが染みてくるあのキャベツとかがちょっとパンチが強い感じですね。でも極激辛の最初のやつに比べると意外と辛みはそんなに強くないかなと。さすがにこう鼻水が出ちゃうんですけど、あ、でもやっぱりちょっと時間経つと本当に後からやっぱ来ますね、これはね。うん、ちょっと辛みが後から来る感じです。あ、やっぱり、多分これ休んじゃダメなのかなって感じがしますよね。やっぱりゆっくり食べていくとこうその分後から押されるのが強いのかなと。やっぱりこれ一気に食べきっちゃった方が、完食でございます。まあなんとか牛乳には頼らずに済んだ感じがしますけど、まあ舌をやっぱニュートラルな状態に戻すには何らかの、液体がやっぱ必要だと思います。はい、はい、というわけで極激辛カレーだったんですけれども、まああの個人的にはこの極激辛前のやつに比べると、そのなんていうか辛みの強さ自体はそんなに強くないのかなっていう感じはするんですけど、そのガツンと辛みが来てでスッて引いたなと思ったら、この完食した後にですね、あの舌とか口の中がこうビリビリっとくるようなこう痛みがあって、結局この牛乳だとか
水だとかでこう収めようとすると逆にそれが逆効果になっちゃってかえってこう舌の中が痛くなっちゃって結局あの氷を口の中に含んでこう舌の上に乗っけてしばらく置いといて、まあやっと、まあ、30分ぐらいして収まったんですけど、まあその辛みが後を引くっていうよりはかこう舌になんか張り付いたものがなんかちょっとね悪さをするような感じで、30分ぐらい苦しみましたけど、まあそこそこ、ね、楽には食べられたかなと思います。はい。まあ、とはいえ、まあ、ここにもある通りですね、非常に辛いものですので、まあ、食べるときは十分ご注意していただきたいと思います。はい。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生リストから、よろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。